皆さんこんにちは。 BMW ジャパンの岩崎と申します。大変お待たせいたしました。今回は新しい BMW X5M、 それから X6M についてご案内したいと思います。 M といえば BMW の最強のパフォーマンスカーですよね。公道を走れるレーシングカーと言ってもいいと思います。今回のこの X5M と X6M はコンペティションモデルのみとなっており、まさにこの公道を走れるレーシングカーというコンセプトをこの SAV それから SAC という実用性を犠牲にすることなく成果させたモデルとなっております。まずはエクステリアデザインをご覧ください。以前ご紹介した X5 と比較すると一段とアグレッシブな印象を受けるかと思います。大型化されたエアインテークはハイパフォーマンスを印象付けますが、それだけでなくブラックアウトされた専用グリルはノーマルの X5、X6 がアクティブエアストリームを搭載して通常中が見えないようになっているのに対して、 X5M、X6M ではそれを廃止、内部に格納されたラジエーターやオイルクーラーなどに常に風が当たるようになっており、サーキットにおいても強力な冷却性能を発揮させます。ホイールとタイヤはフロントが295/35/21インチ、リアが315/30の22インチの前後異形サイズとなっており、標準の X5、X6 に比べて一段とスポーティーに見せています。また M モデル共通の専用デザインのサイドギル、さらには専用のミラーキャップも装備しています。ブレーキは M コンパウンドブレーキを搭載しています。キャリパーに6スポット対向ピストン、またブレーキローターにピンホールを設けることで高い安定性と冷却性能を実現。公道はもちろん、この2トンを超える重量級の車でもサーキット等のハードなブレーキングにも耐える性能を持っています。リアはこのコンペティションバッジ、さらには大型のディフューザー、さらにこの4本出しの M スポーツエキゾーストがこの車がただものではないことを物語ります。この M スポーツエキゾーストはセンターコンソールのドライビングパフォーマンスコントロールに合わせてモードに応じて快適性を優先した控えめのサウンドからスポーティーな迫力ある力強いエキゾーストサウンドまで切り替わります。ですからご家族やお友達を乗せるときには静かで快適に走ることができますし、一人でアグレッシブにワインディングやサーキットでドライブを楽しみたいときにはスポーツ向けのモードでパワフルなサウンドとともに駆け抜ける喜びを心ゆくまで楽しむことができます。続いてはエンジンルームについてご説明いたします。まず目につくのはこの大きな M のロゴの入ったエンジンカバーとこのハイパフォーマンスを支えるブレース類です。 X5M と X6M に搭載されるエンジンは M8 にも搭載されるモータースポーツ直結のクロスバンク型 4.4 リッターの V8 ツインターボ、最高出力625馬力、最大トルクはなんと750ニュートンを誇り、これにドライブロジック付き8速 M ステップトロニックトランスミッションと MX ドライブを組み合わせています。ドライブロジックは3段階からシフト特性を選ぶことができます。ロングツーリング向けの効率を優先したシフトショックの少ない穏やかな仕様からサーキットまでを見据えたシフトスピードを重視したシフト特性まで選ぶことができます。さらにステアリングについているパドル、マニュアルモードを組み合わせることでシチュエーションや好みに合わせたシフト特性を選ぶことができます。 MX ドライブはアクティブ M ディファレンシャルと組み合わせることで通常の X ドライブとは異なり 4WD システムのスタビリティと FR の俊敏さを兼ね備えており、 4WD と 4WD スポーツの走行設定から選ぶことができます。アクティブ M ディファレンシャルは電子制御式多番クラッチによって左右のホイールにかかるトルクの差を制御して空転を抑え、
後輪左右のトルク配分を最適化し、最大の加速性能を発揮させます。 X5M、X6M はこれらの制御によってあらゆる路面状況に応じて走りを楽しむことができます。この600馬力を超える強力なパワートレインを受け止めるために車体にも多くの補強が加わっています。ご覧のようなブレースが追加されています。サスペンションについても M アダプティブサスペンションが標準装備されており、サスペンションの取り付け部も標準の X5、X6 に比較して強化されています。続きましてインテリアをご紹介します。シートは M マルチファンクションシートを装備しており、見た目からも走る気持ちを高ぶらせてくれます。シートマテリアルは標準装備がブラックとミッドランドベージュのフルレザーメリノとアルカンタラのコンビシートとなっており、他にも様々なフルレザーメリノシートから選択することができます。スポーティーなだけでなく、ランバーサポートやパワーシート、運転席メモリー、前後シートヒーター等の機能も備えており、ロングツーリングも快適にこなすことができます。 X5 でもご紹介いたしましたが、この X5M、X6M においても BMW ライブコックピットと呼ばれる 12.3 インチのフルデジタルのメーター、さらには中央のタッチ式コントロールディスプレイを装備しています。それに加えてステアリングやシフトノブは M 専用デザインになっており、また標準装備となるヘッドアップディスプレイには専用コンテンツも備えられており、この車の特別感を演出しています。もちろんメーター中央には地図を表示することができるので、ドライバーは運転中視線をわずかに上下するだけで必要な情報を得ることができますし、全車に標準装備のダッシュボード中央の 12.3 インチタッチ式ディスプレイはナビゲーションだけでなく様々な情報をウィジェットとして表示できるので、ドライバーの好みに応じて画面をカスタマイズすることができます。また USB 電源やワイヤレスチャージもご用意しており、対応できるスマートフォン等を充電することができます。オーディオはハーマンカードも標準装備、オプションでバーワーズ&ウィルキンスオーディオをご用意しております。 X5M、X6M はサーキット走行にも頼るパフォーマンスを持ちながらもハンズオフドライブを備えた運転支援システムを標準装備しています。衝突時の被害を軽減してくれるブレーキや車線をキープするステアリングアシスト、追従型クルーズコントローラーはもちろんのこと、特定の条件下においては渋滞時に手放し運転までも実現しています。これによって長距離運転時のドライバーの負担を軽減しています。またリバースアシストも装備しています。狭い道で万一行き止まりになってしまっても、車が直前の道を覚えてバックする際にステアリングのアシストを行ってくれますので、この大きな車体でも安心です。運転席からの視界の良さも BMW の特徴です。この2メーターを超える大柄なボディにもかかわらず、運転席で適正なポジションをしっかりと取ることでボンネットの端がしっかりと見えるようになっていますから、実は車両感覚がとてもつかみやすくて運転しやすいんです。また特に X5M においてはキャビンが大きく、サイドやリアのガラスも大きいですから周囲もとてもよく見えます。さまざまな安全装備というのは死角を減らすためにはとても大切ですけれども、それに頼らずとも周囲がよく見えて運転しやすいというのは、それだけでもドライバーの負担を減らし疲労を軽減してくれる大切な安全性能なんです。それではリアシートに行ってみましょう。車高が高いので小柄な方は乗り込むのにちょっと苦労されるかもしれませんが、開口部はとても大きいので乗り込みやすく作られています。私は身長が177センチございますので若干大柄ではありますけれども、私が運転席で適正なポジションを取った状態で後ろに座っても頭上は余裕がありますし、足元もとても広いです。また車の横幅がありますので横方向にも余裕があります。なので実用的に5名乗車をしていただくことが可能です。それでは次に X6M をチェックしましょう。 X6M はクーペボディのために
若干頭上の絞り込みがタイトになっていて狭くなっていますけれども、足元はとても広いです。大人2人がゆったりと座っていただくためには十分ですね。次に SAV としては欠かせない荷室もチェックしましょう。リアゲートは上下に分割されて電動で開きます。一体で開くタイプに比べて後ろへのオーバーハングがとても短いので狭いところで扱いやすくなっています。また下半分をこのように開けていただくと、アウトドアなどの際に荷物を乗せたり下ろしたりするときにズボンがバンパーに直接触れて汚れてしまうというようなこともなく、出し入れがとても楽です。またベンチのように使っていただくことも可能です。容量は650リッターありますので、このままでも十分な広さがあります。さらにリアシートをすべて倒せば1870リッターの広大な荷室が誕生します。リアシートは40対20対40で倒すことができますので、乗車人数と荷物の種類に合わせてアレンジが可能です。旅行やレジャーにはもってこいですね。次に X6M の荷室もチェックしましょう。クーペボディのため大きなリアゲートになっていますが、電動で開きますので小柄な方や女性の方でも扱いは容易です。クーペボディということもあり、 X6M は X5M に比べるとやや荷室は狭いです。しかし容量は580リッターあるので十分な広さがあります。またリアシートをすべて倒せば1525リッターの広大な荷室が誕生します。リアシートはもちろん40対20対40で倒すことができますので、乗車人数と荷物の種類に合わせてアレンジが可能です。いかがでしたでしょうか。 BMW X5M、X6M はデビュー以来世界中でプレミアムハイパフォーマンス SAV、SAC として支持をいただいてまいりました。今回の新型においては SAV、SAC としての実用性はもちろんですが、 M の胸のすくような走り、さらには運転支援装置など新しいデバイスを加えてさらなる進化を遂げています。胸のすくような加速と大柄なのに思い通り操れるという日常から非日常まであらゆるシーンで駆け抜ける喜び、これを実現したこの新しい X5M、X6M はまさに最強のオールラウンダーと言えるのではないでしょうか。お電話やメールでも見積もり商談ができますので、ぜひご検討いただければと思います。